アルファ、アマニチンバシトラシンシクロスポリン環状ペプチドは、アミノマッタンとカルボキシルマッタンとが、ペプチド結合で結ばれ、環状となったポリペプチド差である。数多くの環状ペプチドが、天然から発見されており、構成アミノ酸の数は数個から数百個までに及ぶ。シクロスポリン A といった、ホモデティック環状ペプチドは、環が、通常のペプチド結合で、主に構成されている。 感情イソペプチドは、ミクロシチンやバシトラシンのように、少なくとも一つのヒアルファアミド結合を含んでいる。アウレオバシジン A や、フンマイナス7293といった感情、デプシペプチドは、アミドの代わりに少なくとも一つのラクトン結合を有している。感情デプシペプチドの中には、シーマッタンカルボキシルと THR あるいは、 セール残器の側鎖との間で感化しているものもある。アマトキシン、アマニチン、ファロイジンといった二関性ペプチドは、化強器を含んでいる。アマトキシンでは、この化強は、TRP 及びサイズ残器の間のチオエーテルで形成されている。その他の二関性ペプチドには、エキノマイシン、トリオスチン A、セロゲンチン C がある。ソマトスタチンやオキシトシンのように二つのシステインの、 間のジスルフィード結合によって感化した感情ペプチドホルモンが数多く存在する。細胞において感情ペプチドが形成される過程はまだ十分にわかっていない。しかしながら感情ペプチドの興味深い性質の一つは消化過程に極めて耐性を持つ傾向があることであり、人の消化管において分解されずに残ることができる。感情ペプチドの例。 ありがとうございます。